おはようございます。おはようございます。本日のクラスではエネルギー事情、特に日本のエネルギー事情について話し合いたいと思います。こちらのプリントに大切な用語が入っていますので参考にしてください。先週のクラスで今日の授業に関するテーマを扱った本を紹介しましたが、読んでもらえましたか？ヤズミン、読みましたか？はい、はい。あ、でも少し難しかった。あ、そうですか。それでは今日の授業でもう少し分かりやすく説明していこうと思います。まずエネルギーにはどのような種類がありますか？ラスコ、どうですか？石油。そうですね、石油。アレックスはどうですか？天然ガス。天然ガス。ヤズミンはどうでしょう？石炭。石炭。アレックス、ヤズミン、ラスコーに言ってもらったこの3つのエネルギーは昔から使われているエネルギーですね。それでは最近新しく使われ始めたエネルギーについてはどうですか？アレックス、何かありますか？原子力もあります。そうですね、原子力。ヤズミンはどうですか？ウィンドミルやソラパネル、つまり風力や太陽エネルギー。はい、風力。太陽エネルギーはどうですか？ダム、他の水力。ダムとかに使われている水力ですね。今ラスコーとヤズミンとアレックスに言ってもらったこれらのエネルギーは再生可能燃料と呼ばれています。それでは次に、エネルギーを大量に消費している国はどこだと思いますか？アレックス、どうですか？中国。そうですね、中国。ラスコはどうですか？アメリカ。
América. ¿Yasmin wa? Nihon mo. Sou desu ne. Sore de wa kochira no grafu o mite kudasai. Kono marui grafu, en grafu o mite kudasai. Kochira ni wa 主要国の電力消費量2014年の統計が現れています。まず国別の電力消費量割合、こちら中国アレックスが言ったように中国が 24% で一番多いです。次にラスコが言ってくれたアメリカ 19%。 その次にインドが 5% が入ってますね。で、その後すぐに続くのが日本の 5%。 こちらはおそらく四捨五入しているのでインドがわずかに日本を上回るんだと思います。 日本は世界第4位のエネルギー大量消費国なのです。日本はエネルギー消費大国ですが、エネルギー生産についてはどうでしょうか。ヤズミン、どう思いますか。日本は国が小さく、 資源に乏しいので、エネルギー生産も限られると思います。そうですね。日本は国土が狭いので、資源もあまりないです。そのため、エネルギーを国内で生産することは非常に難しいと思います。こちらの棒グラフを次に見てください。この棒グラフには主要国のエネルギー自給率が示されています。まずノルウェー、こちらの自給率は 742.7% と圧倒的にトップです。 次にアメリカ 88.3%、 イギリス 66.9%、 フランスが 53.8%、 そしてドイツは 37.1%。 ところが日本を見てください。日本は たった 7% です。つまり日本は世界第4位のエネルギー消費大国ですが、その消費量のほとんどを海外から輸入しているんです。それでは日本のエネルギー事情についてもう少し見ていきましょう。 こちらのグラフを見てください。このグラフにはエネルギー、日本のエネルギーミックスの変遷が示されています。日本は1970年初めまで多くの石油を輸入し消費していました。 しかし、1973年と79年に世界で大事件が発生しました。何だと思いますか？アレックス、どうでしょう？第一次石油危機と第二次石油危機です。そうですね。 1973年の第一次
石油危機では第四次中東戦争の発生でオペック諸国が戦争中の原油生産を削減し原油価格の 70% 引き上げを宣言しました。特にイスラエル支援国の米国やオランダに対しては石油輸出の禁止を発表したため石油価格が高騰しました。1979年の第二次石油危機ではイラン革命でホメイニ政権が誕生しそれによる混乱でイランの石油輸出が停滞しました。 OPEC は原油価格の引き上げを決定しその後テヘラン米大使館占拠事件や翌80年のイラン・イラク戦争開戦などで中東情勢は緊迫が続いたため石油価格が高騰しました。日本は一連の危機による石油価格の高騰で大きな打撃を被りエネルギーミックスの多様化を心がけるようになりました。このグラフを見てください。1980年以降日本のエネルギーミックスに石油、オレンジが石油ですね、石油だけでなく天然ガス、石炭、原子力が加わるようになります。ところで先ほども教えてもらいましたが石油、天然ガス、石炭というエネルギーの総称、昔から使われているこれらのエネルギーの総称を知っていますか？ラスコ、どうでしょう？化石燃料です。そうですね。化石燃料、石油、天然ガス、石炭は化石燃料と呼ばれています。20世紀末まで化石燃料は日本のエネルギーミックスの 75% を占めていました。ところが1977年にあることが発生しました。何だと思いますか？ヤズミン、どうですか？京都議定書、京都プロトコル。そうですね。京都プロトコール、あるいは京都議定書と呼ばれるものが発行されました。1997年に採択されたこうした議定書では、地球温暖化対策に世界全体で取り組んでいくことが合意され、日本は温室効果ガスの排出を2008年から5年間で1990年対比 6% 削減する目標を義務付けられました。また同じ棒グラフを見てください。京都プロトコールの発行で日本のエネルギーミックスに特に何が目立って加わりましたか？アレックス、どうですか？クリーンエネルギーの原子力が加わりました。そうですね。クリーンエネルギーの原子力、このグリーンの線ですね。これが97年の京都プロトコール以降、日本のエネルギーミックスに大きく加えられました。
この結果、化石燃料が日本のエネルギーミックスに占める割合は前世紀末の 75% から 60% に減りました。ところが、次にこのグラフを見てください。せっかく減少した化石燃料が2010年以降また増えています。これはどうしてだと思いますか？2011年に何かが発生しました。ラスコ、何が発生したか知っていますか？東日本大震災です。大震災で原子力発電が停止しました。そうですね。2011年3月東日本大震災が発生し、その結果原子力発電が停止されました。その停止が長期化したため、化石燃料が日本のエネルギーミックスに占める割合は 60% から 90% に急増しました。つまり CO2の排出量も増えたということですか？そうです。化石燃料が増えるということは CO2 の排出量も、 CO2 の排出量はこのブルーのラインで示されています。化石燃料が増えただけ CO2 の排出量も増えてしまってますね。そのこのグラフでも分かるように、2010年からの4年間で日本の CO2 の排出量は約 20% も増加してしまいました。さらに日本は化石燃料の 90% を海外から輸入しているため、燃料費が急増し、貿易収支は31年ぶりの赤字に転落しました。そこで皆さんに質問です。日本のこのようなエネルギー事情をどのように改善できるでしょうか？アレックス、どうですか？原子力発電を再開するべきだと思います。そうですね。原子力はクリーンエネルギーの一つで、 CO2 の排出量を抑える効果があるほか、日本国内でも生産できるので、エネルギーコストの削減にも役立つと思います。ラスコはどうでしょうか？省エネをもっと進めてはどうですか？そうですね、省エネは非常に大切だと思います。もっともっとエネルギーを節約する機会があると思います。それではヤズミンはどうですか？太陽光や風力、水力といった再生可のエネルギーをもっと利用するべきです。そうですね、ヤスミンが今言ってくれた再生可能エネルギー、少し難しい用語なので、ヤスミン、私の後についてもう一度発音してみてください。太陽光、太陽光、風力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 、水力、
水力。そうですね。それでは今言っていただいた各自の意見をレポートにまとめて次のクラスで提出してください。それでは今日の授業の内容で不明な点や質問はありますか？いえ。わかりました。それでは本日のクラスはこちらで終了します。